皆様こんにちは。今回はチットチャットをやっていきたいと思います。ここにニキビができましたねえ。なぜここみたいな。これ使います。 RMK クリーミーポリッシュとベース00番。ねえ、なぜここみたいなね。やっぱメイク落とさないで寝ちゃう日が一日でもあるとダメですね。こういうわけわかんないところにできるんですよね。この下地は保湿力もあるんですけど、割とこう表面はサラッとしてるので、すぐ次のファンデが塗れるので、それはそこがすごくね使いやすいなと思います。で、メディアのクリームファンデーション OCD1 番使います。久しぶりにマスクしないのでこれが使えます。はい、そしたらこれはパウダー一応はたくかな。これを使います。ミラノコレクション2019バージョンです。よし、ここはもうしょうがない。もうニキビ目。そしたらこれ使います。エルフのロックオンライナー&ブロークリームミディアムブラウンです。で、今日はこの後に、まあこの前に上がってるんですけど、リップのね、紹介をしたいので、目元にそんなに色味を持ってきたくないので、一色で仕上げます。この MAC のミネラライズアイシャドウラブコネクション、これ一色だけを塗っていきます。これめちゃくちゃ綺麗ですよね。下地がなくてもラメ感もすごい綺麗に乗ってくれる。綺麗。あ、アップにしてなかった。よし、こんな感じでアイシャドウ完成で、今日はこのペンシルでラインを引きます。ビューラーをします。ちょっと垂らし気味にしました。あ、そうそう、マジョマジョの美容液、ツイッターではリツイートしたんですけど、がマジョマジョの公式の、ツイッターのアカウントがツイートしてて、そのなんか目に入ってる、メーカーで欠品してたみたいなんですよ、美容液だけど、それがまた2月1日から在庫をね増やしますみたいな、在庫ありますみたいな感じのツイートをしていたので、多分店頭でもっと出てくるんじゃないかなと思います。そちらほらインスタのタグ付けをしてくださる方がいて、マジョマジョとか、あと最近はウェットインワイルドのハイライト買ったよっていうのをタグ付けで教えてくださる方がいらっしゃるので、もしあれだったら、そう、そういう方にはいいねを押しに行ってるので、タグ付けしてくれたら嬉しいです。そう、おすすめのものをね使ってくださってる写真とか見るのがすごく好きです。あ、今マジョマジョの下地使ってます。ラッシュボーンブラックファイバーインで乾かして、またこれでインラインも引きます。ちょいと、いや、ブラウンで引こう。クリオのジェルプレッソ
って下のインラインを引いていきます。目頭側は粘膜で徐々に外側に出るように引きます。裸眼の時はインラインは結構粘膜の内側に入れるとこの黒目が大きく見えるじゃないんですけど、でも目力は出るので、そう、そういう感じでやってます。カラコンつけるときはね、別にインラインそんなに引かなくてもいいんですけど。そしたらトゥークルフォースクールのシェーディングでローズシャドウとシェーディングを入れていきます。よし。で、チークはいろんな色のリップをつけるので、エルフのブラッシュパレットのダークのここのオレンジが好きで使ってるんですけど、これは、ね、薄ちょっと、ね、血色感を足すぐらい。私もともとすごくほっぺがピンクになるんですよね、こう寒いところにいたりするとね。だから結局ピンクになっちゃうんですけど、こんな感じで。ハイライト、ハイライトはこれ使います。クリオの、プリズムエアーハイライターの01番ゴールドシアーっていう、これめちゃくちゃ綺麗ですよ。これ本当におすすめのブラシ教えてくださいっていう質問結構いただくんですけど、こういう、これはエルフのフローレスコンシーラーブラシなんですよ。こうコンシーラーを伸ばした後にこれで伸ばしていくっていうブラシなんですけど、こういう小さくて密度が濃いものだとこんな感じでもうペカーンって光ります。あとはこれがテーパードハイライティングブラシ、ブデリアムツールズの941番、こういうのだともっと優しく発色します。こういうね、こう長くて密度がそんなになくて柔らかいものだともっと優しく発色するんですけど、私はもうこんな感じが好きなので、こういう小さいねブラシが好きです。で、こういうのだとこう眉下のハイライトとかここら辺も小回りが効くので、とかこの目頭にのせたいなと思ったらちょんってねやるだけでこう部分的にも入れられるので、ピカピカ派の人はこのブラシで、優しめな発色好みの人はこういうのとか、あとファンブラシとかこう扇形みたいなブラシでさささっとのせるのもいいと思います。はい、私はこんな感じでボンピカピカーン。マスカラは久しぶりにこれを使おうかなと思います。ファシオのパワフルカールマスカラのボリューム。これ。使っていきます。今日はね、アイシャドウがすごく薄いので、他のパーツをちょっとね、濃くしようと思います。なんか久々に使ったんですけど、そこまでボリューム出ないですね。私との相性かな、ファシオのボリュームでやった方が良かったかな。まあいいや、まあこんな感じです。で、リップは今日ね早速紹介するリップのシリーズの、今私がずっと使ってるこのメディアブライトアップルージュ RD03 番を塗ります。もうね、これ好きすぎてすごい塗ってます。発色が本当にいい。はい、こんな感じでメイク完成です。
完全にね、この後に撮る、動画の、動画用のメイクっていう感じなんですけど、色味をそんなに出さずに、ですね、ニキビがすっごい気になる。色味をそんなに出さずに、どの色のリップでも使えるようなメイクです。はい。でもちょっと血色じゃない、顔色悪くならないように、うっすらチーク入れて、ハイライトガンガン入れてます。はい。そんで、この、マックミネラライズアイシャドウラブコネクション、これ人気のアイシャドウだと思うんですけど、私もすっごい好きで、こんな感じでちょっと手抜き、手抜きじゃないけど、パパパッとメイクしたいときにすごくね使えます。その結果こんな感じなんですけど、はい、これすごくおすすめです。ではこんな感じでチトチャットでした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。